はい、こんにちは、ヤホイです。ということで、今日はですね、これデフィニティブスピリス、はい、なんて読むか分かりませんが、ヘルメットのね、ヘッドセットですね、取り付けていきたいなと思います。安かったですよね。はい、使えるか分からんけど、まあどうなるな、もしかしたら、僕のインカムとはつながらないかもしれない、音楽を聴いたり通話もできるヘッドセットです。なので、電話しながらじゃないと無理かもしれないですね。まあでもちょっとやってみたいと思います。無線ペアリング、これがインカムとつなげられるのかどうかってやつですね。で、最大連続16時間使えますと。で、待機時間は650時間で、ハンズフリー2は、充電は 2.5 時間、音声認識、ナビ音声、通信距離が 20m で、音楽プレイヤーやスマホとつなげられますよって書いてある感じですね。スマホのフォルダーもこれちゃうかな。よいしょ。僕は、この、ん？何これ、なんかよくわからんマイクかな、とスピーカーと説明書とパッド類ですね。口パッドと耳パッド、なんかマジックテープっぽい、うん、取り外しできるようにかな、これが。じゃあ説明書読んでいきましょう。とこっちが左スピーカーね、こっちが右スピーカーで、これが充電ポート。へえ、どうやってつけたらいいかな。耳がつくのはここやろ、とりあえずこれが右やろ。外れるけど、よし、よし、両面テープを使ってつけると。結構分厚いんですよね、耳に当たって痛いかも。よし、でここを通して、お、なんか通らんパテンちゃうんこれ。外れへんな。上やな、これ上やな。これ上ですわ。上通すパターンですわ。ちょっとここしかないかも。いやー、なんか微妙やな。絶対邪魔やな、こんな口元にあったら。安いヘルメットはな、仕方ないかな。切るだけ奥。この隙間でなんとか耐えてもろて、でここも挟まってもろて、嫌やな。ここに、マイクの先端をつけると。つけにくくね。 OK、 さあ一旦取り付けの方は OK、 ちょっと試しにかぶってみます。オッケー、一応ちょっと邪魔ポジすぎたから上にした。ここやったら鼻があるとこやから当たらへんし。オッケーで、じゃあ充電してみたいと思いやーす。これをね USB で、ここ差しつなぐ使う感じですね。よし、じゃあ充電してきます。はい、ということで、充電できたので、実際操作してみたいと思います。この上のボタンですね、一番手前マイク側のボタンが音量を上げる、ね、で次長押しすると、で次の曲に行きたいときはポチッと押す。で音声認識ソフトピッピッと押したら2回で
まあ、音声操作ができるということです。で7番、違う、真ん中のボタンですね。真ん中のボタン長押しで電源オン、オフ。で、1回押したら再生、1回押したら一時停止。で、まあ、電話とかでやったら通話終了とかね。で、ポンポンと押したらリダイヤルで同じ番号にまたかけることができるそうです。で8番が、後ろ。音量を下げる、長押しで。で、1回押したら前の曲に戻るっていう風になってます。で、この真ん中のボタンが、再生、一時停止、通話オン、通話終了と、まあ、これで、はい、みたいな、ね、そういうボタンになってます。で、ちょっとね、やったんですけど、やっぱインカムとはつなげれないっぽい感じがします。ちょっと長押しするとこんな感じ。はい。で、このモード、この状態で、スマートフォンの Bluetooth ね、接続してもらって使うと、携帯とつなげて使うことができます。なので基本的には多分通話、携帯の通話だから LINE 通話とかしながらね、走っていくと、まあ音楽も流しながら自分で聴けるんちゃう、使えるんちゃうかなと思います。はい。でさっきちょっとつないでみたんですけど、いい感じに、別にまあまあそんないいわけじゃないけど、まあ音も聞こえたんで大丈夫かなと。あとはね、走ってみてまた風切り音とかですよね、どんなもんかチェックしてみたいと思います。はい。ということで、まあ、充電の線はここに格納しました。どうなんでしょうね、いいか悪いかっていうと、まあそれはね、普通のインカムに比べたら良くはないんでしょうけど、まあ安くで簡単にっていうか、まあでもこの金額考えたら、あの Amazon で売ってるね、安いインカム買った方が、インカム同士のペアリングもできると思うんでいいかもしれないですね。はい。で、あとこれね、ちょっと見にくいんですけど、スピーカーがこれね、はい、ここの反対側はいいんですけど、こっちはねマイクついてるんで、ちょっと重みでさっき勝手に外れてました。はい。ということでね、その辺だけ注意してもろて使ってもらえたらなと思います。ではご視聴ありがとうございました。